今回のビデオではパターのストローク中に芯で捉えるための練習方法をご紹介します。はい、それでは練習ドリルご紹介していきたいと思います。今回は1メートルちょっとの距離を打っていきます。使用するのはサンドウェッジです。サンドウェッジを刃でボールの真ん中に当ててボールを転がします。ボールがポンと浮くような形ではダメです。例えば芝生を擦ってみてもダメです。この刃をボールの赤道に当てていきます。そのようにすることで平行のストロークができ、また芯でボールを打つことができます。それでは実際に打ってみたいと思いますのでご覧ください。グリップはパターと同じグリップで握ります。リーディングエッジ、刃の部分をカップにめがけます。少し浮かせて構え赤道にセットします。そこからゆっくりとしたストロークでボールを打っていきます。このようにすることで頭のブレ、体のブレなどがなくなってきます。芯で、ボールを打つことができますので、皆さんもぜひ一度パターマットでも練習グリーンでも大丈夫です。サンドウェッジを持って、練習するようにしてください。以上で終わります。動画レッスンを最後までご覧いただきありがとうございました。三浦クラブです。あなたを会員サイトにご招待いたします。もちろん全て無料ですのでご安心ください。この会員サイトではまずはじめに知らなきゃ上達できないゴルフの基礎、ゴルフナレッジをプレゼントしています。77ページにわたるテキストと20分の動画レッスンでゴルフの基本は完璧です。基本をマスターすればかっこいいスイング、飛距離アップ、スコアアップなど全て手に入れることができます。ゴルフナレッジを手に入れることであなたのゴルフ上達のスピードは格段にアップします。会員サイトはそれだけではありません。ドライバー、アイアン、アプローチ、バンカー、パターなど YouTube での動画レッスンよりもさらに細かく丁寧にレッスンしています。随時いろんな情報をアップしていきますので楽しみにお待ちください。会員サイトへのアクセスは簡単です。 YouTube 画面下のこちらの URL をクリック、メールアドレスとあなたのお名前を入れこちらのボタンをクリックしてください。登録は完了です。3分以内に会員サイトへの招待状をメールしますので確認してください。万が一招待状が届いていない場合は迷惑ホルダーに振り分けられている場合やアドレス入力間違いがありますのでご確認ください。会員サイトではあなたのゴルフを革新させるレッスンばかりです。期待してください。それではあなたのお越しを心よりお待ちしております。